南雲の、う、デーンと言ってみよう。デューデューさあ、皆さん、こんばんは。どうも、デューン南雲のお時間です。デューンと言ってみようのお時間です。デューン南雲です。どうも、そしてこの方。ヒカルサンライズです。こんばんは。<わ>あの、まあ、先週もそうだったけどさ。うん、出だしでつまずくのやめてもらっていい。うん あのね気持ちがね高まりすぎてねもう前前って気持ちがすごいんですよくる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 ってそうですしょうがない空転しちゃってるもんねやる気があると思っていただければなんか昔のんかアニメとかのさ足がもうくるくるの渦巻き気持ちだけは流行ってるんだけどね本当ですよベロが今渦巻きになってるだからやる気ありますやる気はありそうです聞いいててああげくださ今週ものねうん あの耳のね、うん、耳ね、うん、のこのなんていうのかなその耳の穴の、ま、脇っちょに、うん、おできができたの、えー、結構ねなんかでかい感じえー、っとねえー、小指の爪ぐらいかななんかでかくないそんなくらい いやもっとでかいマジもっと全然でかいのがプクッとなったの腫れたのよ大丈夫おできというか腫れたのうんでんか多分えっとんだろうなと思ってこうプクプクしてたからうわんだろうなこれ妖怪のせいかなと思ったのでね病院行ったのどうも妖怪じゃなかったんだけど妖怪豆豆つけ豆つけすけじゃなかったのよも出ないけん 病院じゃなくて <laughs> うんうん、うん、そうで病院ってねで,でもこれ何科に行くんだろうと思ってでたまたまその日、うん、あの何にもない一日になったのよ。うん、ね開けてたんだけど用事もなくなっちゃって、うん、だからえっ、ー、と接骨院行って内接骨院に行くためのえっ、ー、となんか内科で一回見てもらいに行って、うん、でそこでこれ。 ちょっと多分内科じゃないと思うんですけどこれってどうすればいいですかって耳のことを聞いたのそしたらねあ皮膚科に行ってくださいみたいな皮膚科か耳鼻科じゃなくてねそうなるほどなっつってその足でまた皮膚科に行ったのねだからもう結構もう回ってんのね病院巡りみたいなのしてこうやって行っていや妖怪じゃないですかねって聞いたんだけど多分妖怪じゃないって言うから絶対ねでねだから皮膚科に行ってでこう「あー」と。 妖怪ですと妖怪だ <laughs> 何者だよ皮膚科の先生がよ豆つけすけだと豆つけすけ <laughs> 低級妖怪やろ多分。<laughs> 一旦モーメンぐらい弱いだろ多分 <laughs> そうで妖怪を倒すには針で穴を開て海を出しますからって物理的穴どうぞ今から行きますよっつってああお願いしますおはいとかじゃないんだそうそうそう本当針でパンって刺してきーッてこうやって出してめっちゃ痛かったの痛いんだそうめっちゃ痛かったでああまだあるなって言ってさでこう今ななってんだけどちょっと見るあちょっとグロい。いまだ あーあうん本当だそこにあったんだなってのはわかるうんちょっとなんかうんうんでるっていうかそうそうそ,うそう、うん、腫れてるって言ったそうなのよだから痛いでなんでできたのってあ虫刺されとかじゃなかったのそう違う違う、えー、じゃなくてなんかそのえー、っと なんかよく言うニキビとか吹き出物のそのパターンか妖怪かって言ってたそのパターンだろうねそうそうそうどっちかってなんで先生側まだちょっと妖怪の可能性あるなしてんのないだろずっと言ってたエビデンスがあるのが医学なんだからそうそうそういやでもビビるじゃない言ってもさ体の急な不調ってね怖いねプクプクしてたしなんか 柔らかいけど、張りがあるみたいな。確かに喉痛いとか。ちょっとだるいなとかより怖い。そうそう、なんか怖い。ちょっとはる。耳が。耳がんかなと思ってるから、こっちは。違う。そうそうそう。あ、聞いたことないよ。耳ごっそり取られたら、どうしようとかね。考えるわけですよ。そうそうそう。えこは、針で潰すんだね。そう、針でもう抜く感じで、もうすぐ終わったから、全然良かった。 なんかあのーうん、冷凍ガスとかでさ「うんうんうん」ってやるやつじゃなくてうん、うん、そうなの<え>あれなんかポロッと落とすみたいなやつあるから、ね、あ聞いたことある、うん、ちょっと怖いよね<ー>耳は怖いよねあ確かに耳ごと取れたりして、ね、<laughs> ポロッて落ちたら笑えないから、ね、<笑>,笑えない だあれはイボだもんねきっとねあ,あそうねイボの時はそうねやるね耳ごと落ちたらもう笑えんな耳ごと落ちたらあららら耳拾って保険効きますか、うん、<laughs> 聞きませんあ,あ最ああやだ。<laughs> お前の落ち度やろ <laughs> 医者の落ち度やろ絶対んどんどん、えー、そうなんだそんなこともねありましてびび、うん、ったね,ね今は健康ですよかったねはい ほんとによかったね大変だもう年取ってくるとね本当にれ出てくるんだねそうね膝も痛いし本当に <laughs> 大変ですよボロボロだねもう目はかすむしこ <laughs> 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 れねそう43だからあれだけどこれもっとじゃない例えばねそれが、うん、まあ90歳まで生きたとして倍じゃない、うん、ということはどうなっていくんだろうと思うよねそうね末恐ろしい北斗七星の形におできとかできるんじゃないそのうち かっこよくないかっこいいよ視聴性がついたら、うん、いよいよ死ここ,ここをついてくださいみたいな <laughs> ちょっと針でねチュンチュンチュ飛行をつくんですよそうだオープニングでしたはいはい今週もデューンと言ってみようスタートーはいデューンと言ってみよう はい、スカイウェブイ BFM の京成ローザスタジオより公開収録をしておりますこの番組ではメールメッセージ何でもダメだし何でも募集しております、はい、メールアドレスは info.892fm.com i n f o 8 9 2 f m c o m com, ファックスは043-441-5592ですスカイウェイ BFM のホームページから、えー、メールを送ることもできますそちらもぜひご覧になってください はい、そして、えー、私の、えー、X、えー、インスタなど DM、えー、そのまま直接送っていただいても構いません、えー、番組への「順と言ってみよう」を入れて送っていただければと思いますはい、前回放送の YouTube もございますそちらもご覧になっていただければと思っておりますよ <laughs> はいよくできましたはい <laughs> 前回放送をねお聞きの方は多分そろそろ楽しみにしてると思うんだけど、はいえー、今週の放送ではね、まあ、前回次回予告でも言った通りに「はいえー、丸刈りになります。はい そうだ忘れてた俺普通に普通に忘れてた今いつ丸刈りにするのかなそうですいやもう4050分ぐらいあるかなはい丸刈りになりましたなってないですいやこの間ねすっごいヒヤヒヤすることがあってコンビニの駐車場夜中にちょっと歩いててコンビニ寄ったんだけどコンビニの駐車場でね 缶ハ杯飲んでるまあ本当に普通の見た目の人サラリーマンっぽいなとスラックスにワイシャツでうんうんうんけど別にの本当普通の見た目の人よの人がねもう缶ハ杯飲んでてもうねふらふらになってたのいくつぐらいの人多分40か30若めのねふらふらしてて駐車場でねで大丈夫かなと思ってちょっと田舎のコンビニだったんだけど だからまあ最初と思ってでまあ奥もお買い物しててで出てもう早く帰ろうと思ったらね駐車場田舎だからねコンビニの駐車場にねこのちょっとこうヤンキーあまだいるみたいなまだいらっしゃいますかみたいなねまあまあでもそのちょっとかっこいい感じのちょっと車高低めの車セダン系の車から出てきた お兄ちゃんよ、まあヤンキーではないんだけどね。で、まあそのそのお兄ちゃん若いお兄ちゃんにその酔っ払いの人がね、絡みに行ってたのよ。タバコ吸ってるとこにね。で、その人の方がもう大人よ。ええ、こんなに出てくる何してんだ。で、そのおばかお兄ちゃんはね、あ、今ちょっとあの帰りの休憩で、あ、ちょっとタバコ一本吸いたいなと思って、まあ駐車場来て。 大人だ僕もまあバコ吸ってたから横でああ横にいたんだけどまあちょっと離れたけどね絡まれたくなかったから聞いてて「なんだ?」みたいな「俺わかんだよ」みたいな「お前さどう見ても元やんだよな」酔っ払いが言うのよ「いやそんでそんな」みたいなけどね「お前この辺長く住んでるから大体見ればわかるよ」 みたいな普通のサラリーマンの格好をした人がお兄ちゃんに言ってるんだけどね、うん、お兄ちゃん一人,人なんだけどねそのお兄ちゃんねんこう首からね、うん、左手の指先にかけてね、うん、がっつりタトゥー入ってるすごいじゃんどう見ても僕の目で見たら今やんだの。<laughs> 元じゃなく。僕の、僕の目のジャッジ。ジャッジなら、あの、今やんだよね。車もかっこいいのから、売ってきてたし。なんか白いね。フルスモークのセダン、車高低いのから、降りてきて。で、なんか細いけど。体はね、細いけど、なんか凄みがある。はいはいはい。いますね。そうですね。うんうん。 どう今や、えー、で大丈夫かなと思ってそのヒヤヒヤしながら見ててモトウェンモトウェンの梅ねなんからなんかブーって言ってるけど大丈夫、うん、大丈夫ですすみませんはいモトウェンよく卒業できてよかってねとか言ってるんだけど、えー、わかんないよ<う>首からその指先までタトゥー入ってる人は多分まあいろ<う>んな仕事があるけど<う>まあね ななかか厳しいと思ううよ職業選ぶのもまあねねそだ結構ね気合が入ってないとねなかなかそうはならないですからでなんかちょっとしたチンピラとかだったらあのねもうその絡まれてきた方なんじゃお前」みたいな逆にね「転がすぞお前みたいな「あっち行け」とか言うやんそれをあその懐の深さでいなすぐらいのなあっこれ長いっすね だから言えるぐらいのが逆にもう今やんだなと思って。本物だだよ <laughs> そう,う <ん S 1> から今は今は太い太いじゃないあの深い懐で酔っ払いになこの人って思われてるだけだけど何かの拍子に金銭に触れたら危ないお前そのフルスモークのその車高の低い車に詰め込まれ詰め込もて <laughs> とか言っちゃう <laughs> <い>よ <laughs> 冷やしながら。 そ <laughs> <で>うなんなんだ危い、ね、で俺もでねその酔っ払いがね衝撃の一言を言うんだけどね「うん、俺も若、うん、いからやんちゃだったよ」うん、って言うのよ、うん、どう見ても普通の中に行く中誠なんだけどねあそうなんすか、うん、みたいなでやっぱこのちょっと片田舎あるあるなのか分かんないけど、うん、その同級生の悪かったやつの名前はい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 ,はい、はい なるほどねそそ出すのよまあ結構仮の名前で言うけど俺あの田所とかと仲よくて知ってるよ田所どこどこの中学校って言ってたのそしたらね本当にねかますために言ったと思うんだけどほっとひやっと来たのが「田所さん俺先輩っす文字よくしてもらってます」ヤンキーがくっついちゃったの。 いや本当に田所さんと酔っ払いが友達ならいいよ。だけどうだろそうまさかの反応に、うん、酔っあんなベロベロに酔っ払ってたのにフラフラしながら、うん、スンって急に背筋伸ばして。うんうん あそうなんだタコロによろしくねって言ってスタッフあげて帰ってたよかったよかったマジでこういう人なんだなんていやいや危なっかったどうせ知らんと思って適当に名前借りて言ったらやっぱヤンキーとヤンキーはつながってんだよいやそりゃそうだろう <laughs> そんなに気合入ってる人はコロによろしくねって言って、うん、<laughs> すっごい真っすぐ歩けたんよお前と思って冷ややしたなあのライスの田所さんあ違う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 <の> <laughs> ね、うん、本当にその腕時計俺にくれえ。<laughs> 人ね、違うよ。バナナの人じゃないよ。<laughs> <laughs> 人怖えんだな。やだよ。千葉で元ヤンだったんだ。<laughs> やだよ。たまにあるけどね。<laughs> 昔悪かった芸能人とかで。 タバコロさんは絶対違うよ<あ> <laughs> 絶,対違絶対いい人 <laughs> すげえ優しい人だよ絶対コントが好きなコントが好きすっごいヒヤヒヤしたってお話でしたいや怖いのよくタバコも捨てないんでしょそいつてい捨てないない左手になんかねストロングゼロみたいな,なんか<あ>ーハイを持ってたストロングゼロが悪い <laughs> でも大丈夫本当に命の危機に瀕した時は人間酔いってさっと冷めるっていのが見えたから <あー S 2> <laughs> いやでも危ないよねえ 怖いよ。酔っ払うってな怖いよ。そうね。<laughs> じゃあ曲お願いします。はい。なんでお前が言うんだよ。まだ全然俺もこの前テキーラ飲んで酔っ払ってた、はい、それでは聞いてください。山下達郎でライドンタイム。覚えてるね。ドゥンと言ってみよう。はい。 はい、サンマの刺身食いたいよな <laughs> 秋だからさえ刺身刺,刺身が食べたいんだよえ、あのー、え、刺身刺身普通にそのさなんと七輪とかで焼いた刺身食べたことないのえないかな え僕はあれしかないパタパタパタってうちわで焼いてさど<う>サンマといえばそのイメージよ焼きサンマでしょ、うん、焼きサンマはもちろんまあまああれだけどこの時期じゃない刺身食えるのはあそうなの完全にお刺身食えるのサ,サンマって食えますそんなだってさえ言うほど食うとこなくないうんほん美味しいんだ美味しいえマジでない と思うな。だって別にほらアジとかイワシとかもあるじゃん。あるある。あるじゃない。焼いても美味しさしてみる。そうそうそう、それです。サンマもそうなの？そうです。サンマの方が美味しいです。へえ。本当です。臭くない？臭くない。いやいやめっちゃうまい。そうなんだ。そうです。そうなのよ。サンマってさタタレさえちょっと高いじゃない？はい。お刺身の鮮度のサンマが食えるところなんてまあまあするんじゃない？いやでもね結構普通にあったりするんだけど、あの普通にね。 でも俺はサンマの刺身がある居酒屋を東京で知らないほらあんまないじゃんじゃゃいい店にはあるのよああいい店にはあるし程よい大衆居酒屋ぐらいのとこでそう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 だね僕も見たことないのうんでもね俺はもう本当に食べたい食べたいのこの時期のサンマの刺身は食べたいじゃない何で食べるの醤油醤油ポン酢なんだ醤油で食べるんだけども でも食べたいんだけどもうすんごい食べたいの食べたいもうそれ以外食べたくないの私も本当にそうですそれ以外食べたくないわけですからピザとかあってもピザもう食べないウィンナー1個だけくださいちょっとルール曲げるやんすぐでもだからえっと例えばお刺身があるようなね居酒屋さんにちょっと高くてもいいでしょうはいねいいんです行きます でサンマがありますこれオッケーですね。ちょっといいお店に行きますサンマがないですきついですきついですだって高いのにないんだからそうね入ってギャングルだもんねそうだって俺取り切れいいんだもんだってサンマどうせないんだよないんだったらだからねそう考えたりするわけインスタでも探しましたサンマの刺身そうそうサンマ刺身 で書いてこうやってねこうやってやったけど出てこないあ<ー>そうね探しました本当にまあ確かにねなんかチェーン店、うん、そうには多分ないかもねいやでもね、うん、っとちょっとちゃんとしたところにあったりもするのようんあったりもするのでもやっぱちょっとちゃんとしてないとない ちょっとちゃんとしてないとねお値段的にそれはねだってアニサキスいるからちゃんとしてもらわなきゃ嫌なんだからそれはねよく噛めばいいよよく噛めばよく噛んでどうにかなんの気持ちよく噛めば大丈夫なんだよそうなのアニサキスってそう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 その対処法あったのそうあと包丁こうやって入れたりとかねすると大丈夫なんだけどそうそう気をつけなきゃいけないよく噛むだけでいけるんやそうよく噛む知らないのアニサキスはよく噛めばいいんだよそうなのよく噛めばいいそれぐらいの手段で抵抗できる大丈夫です 噛んで殺せばいいんだから <laughs> ごめんごめんそうなんそう,そう。本当そうなんだよ、えー、だから食べたいなと思ってこう行くんです探します本当にいろんなとこもね、うんうん、桜木町も探しましたこんなとこにいるはずもないのに、えー、本当に探してな、ね、いこうやってやってきてます、うん、マンションの窓とか見た見た向かいのホームはどこどういうこと <laughs> う山崎正義やってる <laughs> 桜木町探したのもそうや <laughs> そうそうそうでう本当にね,だからだからね本当に大変だからもう 今はもう本当にあのお店ね、それっぽい日本。お刺身とかあるような、お店の軒差し金にある。縦看板をすっごい見てんだから、これ。ないかな。ないかな。新三馬刺し。<laughs> はい。ね、ね<ー>本当に食べたい。食べただ <laughs> え。本当に食べてないんだ。<laughs> あの知らない、ごめん、僕が多分無知なのだけだんだけど。野菜もあるんだね。いもちろんあるし、この時期に新三馬刺しを食べたいっていう。うん 毎年やっぱりねそ,<う>その旬のものは食べたいじゃないですかなんかサンマと言えばねうん、うん、もう七輪で、うん、あ網でね、うん、パタパタパタってやって、うん、金麦もくもくもくって外でやってや、うん、であなんか金麦を飲む いやいや、もう、CM? ダンレイダンレイが金麦を飲む。いや、わかるけどね、おいしいよ、外でも焼かないと思うけどね。まあね、そうそう、あれ怒られるんじゃない外で焼る。近所であんなんやったら、もうブチギレるわ、分かる。よ、バーベキュー禁止ってなってるよ、きっと。僕バスタオル干してる日に、近所で3枚焼かれたら怒るら。最悪だから。そう。よそでやるよそで。うん。そうそう、そうか。 新サンマの焼きも食ってない可能性あるんじゃないお前新サンマがないやん旧サンマもあるのじゃあ冷凍サンマがあるじゃない冷凍サンマが旧サンマっていうの旧とは言われるさんまさんまそうそうそう今年水揚げされたのが新いんまあサンマだけどねサンマだけどそう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 なんだやっぱりねやっぱ旬のものを食べていただきたい皆様にそう 皆様になんで急に車を立つので、私あのパーソナリティとしてはい皆様に旬のものを食べたい、美味しいものを紹介したい、美味しいものを紹介したい。グルメチャンネルだけこれ？グルメチャンネルです。グルメチャンネルじゃないです。煮うなぐのグルメチャンネルはい列ごグルメ列ださださはいやっております。そんな番組じゃないでしょ。どこどこが美味しくて紹介されたことないよ。そうでもね旬のものは本当にねまあまああります。 食食べべるるるるのののあるあるある僕好きだだよ何何秋でででしょここ時期にこれだけは1年で1回は年回ととかかななないいみたもスーパーで旬のもの買うの好きだから。うん 今年だったらまだまだまだちょっと9月だけど栗ご飯は毎年食べたい食べたい栗ご飯大好き食べたい甘くて美味しいでさつまいもご飯も最高さつまいもご飯も大好高そうできのこ美味しいじゃないきのこも美味しい炊き込みご飯も最高最高そうだから秋はね本当味覚の秋と一緒にたいいいのよしかし東京に住んでるけど東京に栗の木はないなないね見んねあれださちっちゃい落としたでしょ落としに行ったでしょ栗 でも学校のさ帰りに絶対あそこの栗の木の下をこう通って栗を拾ってばあちゃんに渡すじゃない。うん、ね<え>。ばあちゃん向いてくれる、ね、そうそうそうあったよねクリ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 坊主だ、うん、何が何何怖い怖い何何クリクリ坊主っていうのはもう順番に説明しようかちょっと待って あの今日何話そうって言って面 <laughs> も面倒くさいな今日何話そうって繋がってないしそんなでああ僕じゃあこれとこれとこの話しようかなってメモ見したの、うん、でデューンが、うん、俺メモに「うん、あれくりくり坊主」って書いてあるメモしか持ってないわそうって言って,てこれなんだろうくりくり坊主くりくり坊主だけじゃ分かんないよねって今日じゃあ俺話すことないわまだ言ってたの、うん、そう あの放送前にねそうしたら「栗ご飯で栗を剥くためのあの器具、うん、あのニッパーみたいなカッチャカッチャってあれクリクリ坊主っていう名前だよな、うん、そうだけど <laughs> それで思い出したそれで書いたんだ多分だ本当にそれで書いたこれもう2人以外は何のこっちゃってなってるからね <laughs> 今すごい盛り上がって繋がった気持ちいいってなってるけどすいませんあのすっごい大きい声出しちゃったね繋がって気持ちよかったのか知らんけど <laughs>、うんクリクリ坊主だこんなの 初めてバキッと割ってこのほらこうんていうの栗をこうやるとちょっとずつ進むやつだよね分かる分かるあれククってやって一家に1台はあったよねあったあった田舎のご家庭にはあるそうでしょうち2台あったんだけどばあちゃんと俺とやるよねあったんだけどそうやっぱ東京の俺より年上の人50ぐらいの人知らなかったああそうなんだ栗もそんなに やっぱ拾ったこともないからへ分かんないって楽しいのにね楽しいじゃん楽しいよね栗拾い、うん、栗拾いあんなずっともういい帰らないもんな家までそうねあの投げてほんとにそんな熟したやつしかいらないのに、ね、落ちてからこそなのにそう,そう,そうやっぱあれなのかなあの,あの公園とかで遊んでて上から栗が落ちて できて刺さったら危ないからかな。<laughs> そんなそのうんなそう関係ないだろうないのかな。<laughs> <ー>いや本当に胃腸もないしな。胃腸はあるんじゃない？たまにあるけどあの身がなる方のメスないだろう。うん、ああそれはないかもね。まあ、汚れるからね。そうそ、ん、う。めっちゃ床が、うん、銀なんとかもそうやけど。世田谷区でもそんなないもんな。うん結構回るんだけどその辺。 だ栗とかただの感覚だったもんね。ただ、まあ実際誰かの敷地ではあったと思うんだけど。ね、帰りに拾ってったな。そう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 。美味しいよね、栗ね。あそこんちの栗の木が今だぞってばあちゃん言ってたもん。泥棒を示唆すんな、孫に。そうそうそう。とってこい、取ってこい。いや、楽しかった。土地の実とかも知ってる。何土地の実。土地の実。なんだろう。栗っぽいやつ。あもっと、ぐるん。なんか丸まっこいな。 分かんない見たら絶対あったあったと思うけどなんかカバーがもうねあのんかカバーっていうカバーもうトゲ生えてないのよコルクのこういうみたいなあ分かったかも分かったかもそんな呼び方だったかちょっと分かんないけどあれが食えるのかどうか知らない多分食えると思うけど渋いだろうねくるみも落ちてねえもんなそうねそうそうやっぱあってどんぐりぐらいねどんぐりぐらいどんぐりつらねうん 寂しいよ外で遊べ子供たちよ、うん、違う違うないのよ木がだか,だから外で遊ぶ環境も作ってあげてくれうん、ね、でもないんだって言ってんだろ <laughs> 外で遊んでるよ結構みんなないのよ栗の木とかがないっていう話をしてる <laughs> ないねそう一個も見たことないよ一個もないねあの東京で俺本当に回ってるけどいろ、うん、んなとこ栗の木ってさ、うん、夏はクワガタがすぐ集まるのよそうだっけそう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 クワガタは結構栗の木好きなの へーそう,そうだからね、その少年は夏から秋にかけてね。うん。くわが、くわがちゃ栗の木結構お世話になるんだけど。ええー、そうなんだ。俺、それ知らないわ。うん。あ,、うん、あの、あほら、ほらなんだっけ。うん。クワ あクワね、うん、だかあれだ。みんな好きなやつね、虫が。あそうなんだ。クワが多分ね意外とクリの。ええ、探し行ったことないな。クル、まあわかんうい。一応地元だけの迷信かもしれんけど。言われてたな。よかったね繋がって。繋がってよかった。まずクリクリボ坊主ね。なんだ誰だよこのクリクリボーズ小学生みたいなだと持ってたらそれだった。クリだ。器具の方だった。うん器具でしたクリボーズ。はいはいえっと。 何でしたっけ？ブレイクじゃないですブレイクです。一旦ブレイクです。うん、はい。ディーンと言ってみよう。 はい、新潟にね行ってきましたけれどもその新潟にね行ったその、うん行ったのがですねその千原誠じさんとまあによくしていただいてるんですけどその、えー、誠じさんが、えー「今度新潟に行くんだけどお前新潟出身だろ一緒に行くか?」みたいな感じでこう誘っていただいて。 まあ誠司さんはねあのバイクで行かれて僕はあの新幹線で行ったんですけど、えっと、その行ったのがですね誠司さんが、えー、映画に出たんですけどその映画っていうのが「えー、11人の俗軍」っていうその新潟を、えー、のた うんと話というかまあ母心戦争の話なんですね母心戦争こうえっ、ー、と日本が変わるぞみたいなねというところで、えー、あるんですがそのまあ山田孝之さんとかがねこう主演なのかなまあそういうの十一人こう集まって、えー、その映画をね。 ね、こうあんまりどこまで話していいかわからないのであんまりその内容はね言いませんけれどもそ,のそこに、えー、誠治さんが出ててあと,、えーとえー、元、えー、関取のねお相撲さんの、えー、と豊山さんっていうねあの新潟出身のその、えー、とお相撲さんと一緒にですねそのえっ、ー、と その11人の族軍をこう PR するみたいなのでえとえアルビレックス新潟っていうあのもうサッカーチームねがあるんですけどその試合のえ時にビッグスワンでの時にそのえっと映画を PR するというそういうそういうあれだったんですねそうそういうのに新潟に行くっていうので僕もまあ一緒に。 なんか一緒にいさせててもらってであのえー、なんていうのかなまあ僕はねもうこうついてってなんかちょっとしたマネージャーみたいなね <laughs> 仕事何もしてないですただただ,だ僕はあの楽しんでるだけですけどなんかそのビッグスワンのあのすごいサポーターであのいっぱいのねサポーターのがこういて。 でなんかその、まあ、み皆さんサポーターが入る前にそのスタジアムの中ちょっとこう見学させてもらったりとかうわすごいなみたいなビッグスワンすごくでかくて3階席ぐらいまであってそそのううんそうめちゃくちゃ綺麗いで天気も良かったんでそう最高だったんですけどそのえっ、ー、とーなんていうのかなまあまあそこでねその試合が。 こう始まるみたいな時にねちょっとこうその客席の方にもこう行ったんですけどやっぱねあの今ねこう終盤戦というか順位がねこうちゃんとこう入れ替わったりしてもう次のねあの来季の,の,の J1J2 とかそういうのもねありますからもうサポーターの応援が半端ないすごい何万人ですねあれ。万 8,000人って言ったかな、なんかちょっと、そう、でももうぎゅうぎゅう、でね、こう、新潟のサポーター、オレンジがすっごいいっぱいいて、で、対戦相手が鹿島、アントラスですね、で、こう鹿島の方も、でも,もう鹿島の人も少ないながらも、応援はね、すごい応援ですから、もう、すごい、迫力すごいなと思って、そうです、そうです。でそのハーフタイムとかに まあえー、と誠二さんとその、えー、豊山さんがねこうあの11人の族軍をこうアピールするためにこの、えー、とスタジアムをこう一周するみたいなねそうですそうですあって本当にだからなんだろうなその観客の、ね、多さもありますし。 そうでチアーリーダーみたいなね女性の方がこう応援するのもなんかその日はなんか子どもたちとかもいっぱいいてなんか女の子のちっちゃい子とかあのちょっとねこう。 もうあんまりよくよくというかもうただただこう楽しそうなかわいい感じのもう何歳ですかあのちょっとやっと走れるぞぐらい <laughs> の女の子たちもこうやっていてこうポンポン持ってねそうでこう,た、えー、もう一周したりとかしてすごいなんか楽しいなと思って。 やってましたけどもはい、えー、アルビレックスボロ負けでしたけどもね、はい、4-0、はいねね。でもねすごい良かったですね。うん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 。なんかまあ僕はねあの全然あの見守ってたというかね、えー、アルビレックス応援したりとか新潟出身なんでねそういうのもありましたけどでなんかトークショーみたいなもあったりとかそのスタジアムのね脇っちょで。 あったたりとかしてたんでねだからもう本当に11人の続群楽しそうですはいなんかもうそのトークショーね僕も横で聞いてましたけどあこれは面白そうだなっていうね結構なんかねその、えー、と映画の会社の方もこうやっぱり力を入れててはい白石監督ですか、はい、ねのこう11人の続群 はい。僕もね、あのー、11月1日ですから、はい。ね、ぜひ見たいと思ってますけれどもね。はい。その、楽しそう。内容も、なんかあらすじだけしか聞いてないから、僕からネタバレすることは絶対にないけども、なんて言っていいかわからないから、あれですけれどもね。本当に。はい。ぜひ、あの、京成ローザーここに来て、 はい。見ていただきたいなと思います。誠じさんもね、やっぱりこの役者として結構出てますから、なんかもうその、もうなんか役作りとかそういうのじゃなく、もう誠じさんは誠じさんだというので、あの、出てる。あの、俳優として気をつけてることはないですかって言ったら、なんにもない。ね、なんにもない。そのもう本当素で出てて、で、やっぱり演技もね、こう。 上手というかなんかもう素ですからね、うん、なんかいい感じでした、はい、豊山さんもねこれから頑張ってこれからじゃねえわねこういい感じであのなんもうやっぱに新潟出身の地元出身のお相撲さんだからもともと応援してたのでわーっていうこっちもねあえてそうですあえて嬉しいなって思っててこうねこうお話しさせていただいたりとかしてねその11人の続軍 でね、こうもう11人の中のこう俳優さんですからこう頑張ってね行ってほしいなと思ってたわけですけれどもだから見たい本当にチェックしてみてください皆さん11人の俗軍11月1日はいデーンと行ってみようあのー。 うん、我らがギブアップ大久保さんんがいるじゃん我らが我らがね、うん、まあここにも出てきてもらってる、えー、大先輩もうすぐ60歳還暦芸歴34年ぐらいだったかな、うん、芸に身を捧げた人ねそうそうそう,そうで水曜日のダウンタウンで「スベりワングランプリ」でこうすごく滑ったみたいな感じの人、うんうん、いい結果を残したとそうそうそう、うん、その人がね、うん、あの多分なんだけど、うん えっと、J リーグ、うん、ジェフ,ジェフ千葉じゃない、うん、あの,、うん、あのハーフタイムショーに出るぞ<ー> <laughs> 19日だと思うえ確かすごくないえ滑りワングランプリってさ、うん この世でショーをやらせたら <laughs> やばい人間のトップを発表したってことなのにジェフ千葉さんはその人にショー、うん、ハーフタイムのショーを任せるの。 頭おかしいのそうなのよやばいな <laughs> 企画した人誰そうでなんかその時のアシスタントというかいじり役とかで南雲、うん、も来てくれないかって言われてたんだけれどもああ補佐的なねそうそう、うん、ちょっとまあ僕の方はちょっと調整合わなくてねんなんかほかの方だからえっとジョーさんいるじゃないあの作家の、うん、ジョーさんを占うって言ってたよ、うんうん、ええー ハーーフタイム <laughs> 地味なショーだなそういやいやもちろんネタとかもやるんだと思うけど<ー>そうそう占ったりもするらしい<ー>ちょっとうんそうお近くの方は見に行って頂ければなと思う,うまた追って詳細はこのラジオでじゃあ <laughs> いやもう終わるから16日放送だからこれあそうなのそのどっかで,で19日だから。 19日あるんだ。19日。予定ね、予定ですよ、多分うんうんうん。すごいね、いやもう、多分ホームページには出てると思う。告知されてるんだ。そう。なんかさ、チアガールとかなーンって踊ったりさ、地元のダンサーとか、キッズダンサーとか、あとはなんか、演奏主にバンドが来たりってイメージだったの。 そそうそう、ね、あります、うんうん、ギブアップ大久保さんの占い占い <laughs> 占いっていうかネタねだからそういうの頼まれてやるみたいで地味だよ、うん、いやいやいやそれはもうあ,のあんだけ派,だはあの派手な格好できますから、まあ、っていうかそれはもう全然それはいいんですけどねそ、うん、そうそうだからしかももう今、えー、まさに、えー、入れ替え戦になるかどうかとか多分すっごい大事な試合なのよおへえそう。 もうねこう切羽詰まってるぐらいそっかそっか負けられないんだ負けられないです負けられませんあんなふざけた人呼んじゃダメだよじゃんそうなのよ大丈夫って思うだからいつもよりちょっと観客数もね多いかもしれない <laughs> そっかそっかね<う>見守りたいよなサポーターの人はだからね、うん、そうおギブアップお久さんも応援してあげてください <laughs> <laughs> 余計なことしちゃダメですからね <laughs> 頼むから余計なことしちゃダメ <laughs> 大丈夫かなと思って <laughs> 本当にね大丈夫かなと思っております <laughs> まあまあ大先輩ですからその辺はうまくやるでしょう,そう緊張しないんですかって言ったの <laughs>、うん お緊張大丈夫だと思うよ。俺舞台でよくあの舞台も出てるしとか、うん、舞台の客の人数とのキャバが全然違う。えっと、舞台5、6人ですよねえ。1万何千人の話してますよみたいな。<laughs> おー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 って言ってたけど。<laughs> そ,うそ,うそうそうそう。まあまあ、うまいこと言ってくれれば。そうそうね。うまいこと言ってくれればなと思うんですけども。はい、はい。ぜひね、お近くの方は見に行っていただきたいと思います。はい。はい。えー、一旦ブレイクです。 行ってみよう。さあ、華やかな感じでお送りしてきましたけれども、エンディングのお時間です。あのさあ、今日松茸じゃないわ。松茸とは言わんかったけど、まあ、その秋の味覚。サンマだのさ、まあ、お刺身だの、お寿司だの。なんか美味しいもののお話、いっぱいしてきたじゃない。けどね、僕、最近食ったもんで、何が一番美味しかったかな。は考えてたの。曲ブレイクの間にね。 そしたらパッて今一番最初に思い出したのがコンビニのマヨコーンパンおおわかるでね僕が好きなのはセブンイレブンなんだけどマヨコーンパンねわかるかな ?U の字 U 字コみたいなパンに真ん中にマヨとコーンが入ってんのよちょっと想像できる平べったいんじゃなかったっけいやうんとこの U の字 U の字コッペパンではないんだけど U の字のパンにこう 湯を埋める形でマヨコーンが入ってるパン総菜パンなんだけど、うん、そ,それにそれ袋を開けてね方がの唐揚げ棒を、うん、こう刺し上から、うん、その U 字このとこあのマヨコンの上に乗るように置いて、うん、棒だけ抜いて、うん、マヨコーン唐揚げパンを 作って食べたのが一番美味しかったなってありがとうございます <laughs> すみませんサンマだのキノコだのいろいろ文句言って俺ってもう全部芋たれする多分今,今のやつ <laughs> シャリがまずいとか あの、うん、調子こいてすいませんでしたキューってなった僕が好きな食べ物はそれです、うん、いや本当キューってっっ好てです <laughs> でもね本当セブンイレブンが考えたんじゃないかってぐらいねぴったりハマるのよ唐揚げが、えー、スポッてハマるのそこに唐揚げ棒とか食ったことないマジか美味しいよホットスナック注文はないわ,ないわ <laughs> コンビニでコンボの飯作るのすごい好きだ僕 飯んとに旬なものを食べてほしい一 <laughs> 年一年中いつ行っても365日同じ味するからねいやダメなんだそれじゃなそれじゃもう日本の文化がなくなっちゃうから <laughs> もう本当になんかその土地に行って土地の美味しいものを食べてほしい <laughs>、はい、はいはい私また金はい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 貧乏芸人のくせに先,先月行った金目鯛をもう一回あの同じ場所へ 食べに行きます。本当に美味しかったんだ。貧乏、はい、芸人のくせにと最高です。<laughs> はい、そして新潟にも行ってきます。<laughs> もういいね。ど <laughs> こにでも行ってしまい。そう、千原せいじさんがアルビレックスのハーフタイムショーに出るからそこに見に行ってきます。おお<ー>、<laughs> アルビレックスとジェウチバで。<laughs> い治さんと大久保さん、<laughs> めちゃくちゃ差感じるぞ。頑張れ、チェフさん。の方が年上だからだ。千葉 <laughs>、もっといい人呼ね <laughs> <laughs> はい、替、ま、え、あ、さん <laughs> 頑張ってください。はい、はい、それでしてます。はい、来週もお聞きください。<laughs> はい、えー、最後の歌ですね。最後の歌は木村カエラでリルラリル派になります。 はい、来週も、えー、水曜19時お聴きください、えー、お相手はデュン・ e の熊と、うん、ジェ f 千葉非公認サポーターヒカルサンライズです俺も応援してますデューンと言ってみよう